打った後には川瀬選手に何度もヘルメットを叩く、そんなシーンもありましたが、何か言葉をかけられたんですか？いや、もうお前は悪くないと、はい、千賀が悪いんだと、はい、そういうふうに言いましたし、本当明日からもね、気持ちよく野球やってもらいたいんで、まあ、そういう意味でも打ててよかったです。